じゃあ次の人。山田健人です。とにかくモテたいです。でも付き合ったら一途です。よろしくお願いします。はーい、ありがとう。次は岩倉さん。いざ。まぶしくてまぶしくて僕は目をそらしてしまう。似合う言葉ひとつ。倉光美です。3月3日生まれ、石川県伊賀島町から来ました。ちなみにこの辺です。どう？官僚になりたくてこっちの高校を受験しました。どうぞよろしく。なんで官僚？なん話せば長いな。期待値の上を行く女、人の上に立つべき人間だからです。趣味は体を動かすこと。将来の夢は今のところなくて。あ、岩倉さんの部下ならなりたいです。島くん、やっぱり素晴らしい人だわ。宗介くんって言うんだ。さとい、さと、さとのすけ。よろしくね。よろしく。板書した方がいいよね。私書く。お、俺らもいいの？柴くんも。岩倉さん来るよ。本当？じゃあ行こうかな。このメンバーみんな来んの？私も今日は行ける。村重ゆずき、こういうあからさまな美人を誘いたくなかったな。歌得意だったり？なんも。今の方言？え？タンバリン切れてるわ。うん、カラオケってすごく音が大きい。どうも。村重さん、綺麗な人だな。居心地悪くないの？明らかに島と仲良くなるための出しにされてんじゃん。気づいてるよね？気づいてませんでした。帰りたくなったらいいなよ。私も抜けたっていいし。お、次誰？教えて。あ、うん、どこは？友達の欄の上に追加ボタンあるでしょ。最初だし仲良くしたいなと思って来たけど、私カラオケって好きじゃなくて。でも今日は三つ美のおかげで結構楽しかった。あ、いいな、彼女とだ。そんなんじゃないけど、江頭さん、もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃない？その方がきっと楽しいよ。え？何それ。サトちゃんは？え？サトちゃん？ごめんなさい。誰と間違えたの？実家の犬。犬ってだって毛の色とかそっくりで。先輩でしたっけ？わかりませんかね。聞かれたくないんですよ。そんなことも察せられなくて、よく劇作家とか言えましたね。失礼します。